劇録ウェブサイトをご覧の皆様、オクタビアグレースです、ボーカルのミキです。ベースの陽介です。9月27日5曲入り EP ポリヒドラ発売します。発売します。今回ね、5曲、結構面白い、すごいバリエーション豊かだけども、新しい一面が見せた5曲が揃っております。さてミキさん、はい、今回頑張ったと思うんですけど。頑張りました。ここ聴いてくれみたいなポイントあれば言ってください。ボーカルは今までよりも、いろんな表情を出せるように意識して歌ってるので、ここかなっていうところをみんな見つけてくれたら嬉しいです。はい、はい、そんな陽介さんはどうでしたか？そうですね、今回のベースはですね、何よりも今までもそうだったんですけど、今まで以上に楽曲を支えつつも印象に残るベースラインっていうのを意識しましたね。そして、自分で作った曲もそうなんですけども、本当オクタビア・グレイスの今までとは違った、かっこいい一面、今までもかっこいいんですけどねなんですけど、そういうちょっと今までとはちょっと切り口を変えたかっこよさを出していると思いますし、一本のライブとして皆さんにこう5曲楽しんでいただければなと思いますので、ぜひお求めください。よろしくお願いします。お願いします。それでリリースしてから一番近いライブが10月9日吉祥寺クレッシェンドで行われます。スリーマンなので60分のステージで、かなりロングなステージになりますので、ポリヒドラの曲も、たくさん披露できるかなと思います。皆さんご来場ください。よろしくお願いします。お願いします。それではオクタビア・グレイスでした。